どうも母ちゃんですということで、今日はトマトの脇芽を取った後にやってほしい作業について説明していきたいと思います。前回の動画でね、僕はトマトの脇芽取りっていうのを説明しました。でこちら脇芽取りをやったらやってほしい作業っていうのがあるので、今回はねそちらを説明していきたいと思います。で皆さんの畑のトマトの様子っていうのは今ねどんな感じになっていますか？ぜひねコメント欄で教えてください。で僕の家では、まあ、ここはね大玉トマトなんで、もうある程度成長っていうのがもうしてあって、結構ね高さっていうのも出てきています。で逆に僕ミニトマトの場合なんかはそこまでまだ成長しきっていなくて、花芽がね2段目ぐらいがついたぐらいのね成長の仕方をしています。なのでだいたいこの時期にはこのぐらい成長してるなっていうのを皆さん育ってると思うので、まあ、ノートなりね iPhone のメモでもいいので、そういうところを書いておくことによって、今年っていうのは何日までにこんぐらい育っていたっていうのがどん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 データ化されてって、それが自分の地域でとか自分のお家でトマトを育てるためのこのね基準値になったりもするので、まあ、そういった記録っていうのもできる方っていうのはぜひしてみてください。僕の家でもトマトとか他の夏野菜ビニールトンネルをしていたんですけど、何個かはねもう剥がして立ち上げ作業って言って、しっかりと支柱などに誘引していく作業っていうのをしました。でねこれがずっと続いてたんで、あまりね撮影できないで今ねため撮りしてるんですけど、やっぱり夏野菜っていうのを多くね収穫するためにはそのね手前まででいろいろなね準備作業っていうのがあります。なので皆さんもね育ってみるとわかると思うんですけど、こういったね裏側で農家の方々っていうのは頑張っているので、ぜひ皆さんの地域の農家さんのねところに行って直売所で買ったりして、農家にねなるべくお金が入るような世の中っていうのが作っていけたらいいなって思うので、僕の中の視聴者さんでも、まあ、自分で育ってるよっていう方だったり、または家庭菜園始めたばっかだよっていう方なんかは、農家のねプロが作った新鮮な野菜っていうのはとても美味しいと思うので、その野菜を買って自分のところと食べ比べて、なんでこんな甘みが出てるのかだったり大きいのかっていうのも考えてみることが結構ね楽しくなってくると思うので、ぜひそのようにして自分の近くの家の農家さんの野菜食べてみるようにしてください。ということで、トマトの脇芽を取った後にやってほしい作業について詳しく説明するので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。現在のトマトの様子です。はいね、こちら現在のトマトの様子です。でこんな感じで上の方なんかはね花芽がたくさんついてくれて、まあ、またここも実がねできたらちっちゃい実なんですけど、どんどんできてくれると思います。でこういってね1個下にはこんな感じで実がついていますし、下の方にね行くにつれて実の大きさっていうのはね大きくなってくれています。でこんな感じでねトマトね茎っていうのもしっかりとある程度太い状態でずっとね育ってきてくれるので、またこちらね大量的にあるので一気にね育ってきて、収穫がねもう少ししたら始まるので、収穫ラッシュが始まって、まあ、また大変になってくるんですけど、それもね夏野菜ならではの忙しさなので、そこら辺も楽しんで収穫していこうと思います。でこの S 字フックあると思うんですけど、このね頂点ぐらいについてったらどん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 斜めに倒してって、このまたね上に伸ばしていく作業っていうのもあるので、まあ、皆さん大玉トマト育てる方っていうのはあまりいないと思うんですけど、そのようにしてねトマトっていうのは育ててもいけますので、まあね参考のね一つ程度にしといてください。トマト脇芽を取ったらやってほしい作業を3つ説明していきます。1つ目が支柱立て、2つ目が2本仕立てまたは3本仕立ての準備、3つ目が水管理です。それぞれ詳しく説明していきます。1つ目の支柱の準備です。でこれ支柱の準備何をするのかといったら、まあ、僕の畑でもやっているんですけど、支柱を立てておいてしっかりと上まで誘引できるような環境っていうのを作ってあげてください。でこの脇芽取りする段階っていうのはまだまだねトマトの苗こんぐらいで小さいので、そこまで誘引するのに高さっていうのが必要ではないと思うので、最初っていうのは短めの棒を使って誘引をしてたと思います。でその誘引していたものをこういうね長い棒などを使ってトマトの周りにこの
どん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 刺してあげます。もうそこで紐を張ったりしてトマトがしっかりと今後ね大きくなってくると思うので、その大きくなったトマトを支えてあげる土台作りっていうのをしてください。でこれを小さいうちにやっておけば今後ね誘引するのにもあたってとても楽になるので、できればビニールトンネルをしている方なんかはビニールトンネルを剥がしたタイミングで支柱立てをする、またはビニールトンネルをしていない方に関してはトマトを植える前または植えてすぐに支柱を立ててあげることで、その後のね作業っていうのが楽になるのでぜひやってみてください。でトマト根が活着するまでにだいたいね1週間から、まあ、2週間ぐらいかかると思うんですけど、根が活着っていって、まあ、地面の中にね根っこをいっぱい張り巡らせた状態になってきたら、もちろん脇芽っていうのが伸びますし、このね本線っていうものもどん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 伸びていきます。本線が成長しているのにもかかわらずこのね支柱立てをあまりしていないで上にあまり誘引できなくなってくると、そこでトマトのね茎っていうのが誘引できないので風でこうやって煽られてしまってポキンって折れたりして、最悪の場合植え替えしなくてはいけない状況とかも出てきたりするので、絶対にこの支柱立てやるようにしておいてください。2つ目の2本仕立てまたは3本仕立ての準備です。これに関してなんですけど、まあ、僕の家ここは今大玉トマトを育てます。で大玉トマトを育てる場合に関しては基本的にはね1本仕立てになります。でなぜかといったらトマト自身がね大きいので、その2本仕立てとか3本仕立てにすると脇芽のね別の方向に栄養っていうのが行ってしまって、この大きいトマトっていうのがあまり取れなくなってしまうよっていう時があります。なので基本的には大玉トマト育てる時は1本仕立てにすると思うんですけど、皆さんが育てるものに関しては基本的にはねミニトマトの方が多いと思います。でミニトマトも1本仕立てで育ててあげるのでもいいんですけど、やはりこうね2本仕立て3本仕立てにしといた方が後々のね収穫量っていうのが増えてきます。この栽培がうまい方なんかは収穫量をね2倍にできたりもします。まあ、基本的には 1.5 倍ぐらいの収穫量になるので、そこら辺ね覚えておくと便利だと思います。でこの2本仕立て3本仕立ての準備なんですけど、どのような準備をしておくのかといったら、脇芽を残すっていう作業があります。その残す脇芽っていうのを見極めるっていうことです。でこの見極め方に関しては、まあ、とても簡単なんですけど、皆さんねトマトを育てていて本線があります。でその本線のところに花芽がついて実がねできるところがあるので、この実ができるところのすぐ下の脇芽っていうのは前回の動画でも言ったんですけど、とても早く成長するものとなっています。なのでこちらの脇芽っていうのを残しておくことで、それをねどん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 成長させて2本仕立てまたはね3本仕立てにしていってあげましょう。何番目の脇芽をこの2本仕立て3本仕立てにしていくのかといったら、まあ、大体の方っていうのは2番目ですね。2番目、最初1番花っていうのができて一番最初の花のところができてくるんですけど、その1個上2番目にできたところをねこの花の脇芽っていうのを伸ばしてあげると、まあ、大体の方成功すると思います。でこれは育て方によって全然変わってくるんですけど、一番最初の出てきた花の脇芽の下っていうのを伸ばしてやる方もいれば、逆に3つ目とかね結構上の方でこうやって分かれさせるっていうやり方もあるので、ここら辺は自分の地域の育て方とか自分なりね工夫していった方がいいと思うので、絶対2番目にしてくださいっていうことではないです。で僕の家なんかはトマトをね栽培するのには2本仕立てとかではなくて結構ねソバージュにね近い状態でやっているので、まあ、そこら辺もやり方っていうのはいろいろあるので、また別の動画を使って説明していきたいと思います。3つ目が水管理です。この水管理がねとても重要になってきます。で皆さん脇芽を取ったと思うんですけど、その取った後っていうのはもう絶対に水やりっていうのはしないでください。ここはハウスで育っているので、雨が降ったとしてもトマト自身にね水分っていうのが行くことはないですので、まあ、ここの間に水を与えるホースっていうのを通してそこで水の管理っていうのをやっているんですけど、外で育てている場合に関しては水やりはね行う必要はないです。だいたい脇芽をね取れるぐらいトマトっていうのが成長してきたら、そこで根の活着っていうのが終わってますので、必要以上に水分を与えてしまうと、まあ、水っぽくなったりまたねトマト割れやすくなります。なので甘くて美味しいトマトを育てたい方に関しては
もう今の時期から水やりっていうのはしないようにしてください。で、水やりしなくても大丈夫って心配する方いると思うんですけど、この時期ね、雨っていうのが降ってくれます。外で育っているので、雨が降ったらその雨っていうのがそのままね、地面の中に染み込んでいくと思うので、その水分だけで大丈夫です。で、その水分プラスで自分でね、また晴れた日に水やりしてしまうと、トマトの中に過剰に水分が行き渡ってしまうので、絶対に脇芽を取った後っていうのは水やりしないようにしてください。で、まあ例外があるんですけど、去年みたいにとても晴れた日っていうのが2週間とか3週間続いてしまったら、さすがのトマトでも耐えきれなくなってくるトマトとかがいるので、そういった時には多少ね、水やりしてあげてもいいです。なので、そのトマトの様子を見ながら水やりするかしないかっていうのを見極めてください。水やりの見極めのサインとしては、トマトの一番上の葉っぱを見るようにしてください。そこがしおれてね、全然元気がなくなってきたら、トマトが自分自身でも水分が吸えてない状態となっているので、そういったところを見て、トマトの上の方の葉っぱっていうのがとてもしおれていたら水をあげるようにしてください。まあ、なので今3つやってほしいことを言ったんですけど、この3つ目の水管理ですね。水管理がとても重要となっているので、水管理に関してまたね、1本まとめて動画を作ろうと思うので、そちらもね、楽しみにしておいてください。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。